would like to take this opportunity to thank all of our guests for their tremendous support over the past 20 years. A special thanks also to my colleagues, a team of dedicated individuals who strive every day to deliver authentic service and hospitality. Hyatt Regency Osaka is still on a journey to create comfortable spaces for people to meet. We are also a place for people to connect, for our neighbours to connect, and for the world to connect as well. As we move throughout the year, we wish to connect our previous successes with our future ones, and we thank you once again for your tremendous support of Hyatt Regency Osaka.非日常的な感覚を味わっていただけるということで、落ち着いてゆったりした雰囲気を味わっていただけるので、このホテルがいいなと思いました。働いている方の温かさといいますか、説明会の前にこちらのレストランを利用したんですけど、スーツ姿で一人食べていたんですけど、お会計の時に、アイアットの説明会に参加される方ですかと従業員の方が聞いてくださって、そうですと答えると、 一緒に働けるのを心待ちにしています。おっしゃられて、すごく嬉しかったのを覚えています。サービスとはいかに気が利くかっていうところだと思ってます。個人個人の求めているものをより早く察して提供することになると思います。お客様と笑顔で接して、心地いい空間を みんなで作っていきたいというふうに思っています。お客様が喜んでいただけることをすることだと思ってまして、お客様が先輩とかのことを思いやりながら愛情を持っていただきたいと思います。いろいろあると思うんですけれども、して当然のサービスと、お客様が満足いくようなサービス、それを超えるようなサービス。 一緒にないサービスでお客様が満足するかどうか、ここだと思います。お客様希望に沿ったものを提供するということを心がけております。こんな人に満遍なく、ね、一律にできるサービスのことを、まあ、サービスというんだったら、もうおもてなし、ホスピタリティというのはもうちょっと、なんていうかな、パーソナライズされたというか、個人個人の方にふさわしいものというのを心がけるんだと。 お客様が望んでいても、口に出して言わないこととかもあると思いますし、それを自ら気づいてお客様に幸せを与えられたらいいと思います。お客様が満足していただける、リラックスするとか、日頃のストレスを解消できるような場所を提供できるということがホスピタリティだと思っています。言われたことをするのではなく、 もっと笑顔になってもらえるように、お客様のことを考えて行動する思いやりの心がホスピタリティだと私は思います。阪神の大震災があった頃がちょうどオープン、ホテルがオープンして真那市の頃だったんですけども、まあ、本当に、お客さんの数もまばらになって、 神戸方面の明かりが本当にちらほらという感じで、まあ、本当に身近で再会があったというのを、ひしひしと感じる時期がありました。まあ、それがやっぱり、一番印象的なというか、ちょっとショッキングな事件でした。リージェンシークラブで働いてた頃なんですけども、よく来てくださる方で、だんだんご家族の中のおばあさんが、 だんだん体調悪くなってくるんですけれども、最後にどうしてもハイアットのリージェンシークラブに行きたいっておっしゃってくださって、亡くなる数日前だったんですけれども、来てくださって、ここでお食事と宿泊をしてくださって、で、さよならっていう思いを。
それを思っています。20年間通い続けてますので、長い時間ここに接していると思ってます。自分を成長させてくれた場でもありますし、良き仲間を作れた場所でもあります。いくつもの壁が出てきますけども、やっぱりそれを乗り越えて一つずつステップアップしていってほしいと思います。はい、みんな余裕よくてね、いい子たちばっかりだと思うんですけれども、まあもっと元気よくてもいいのかなっていう気はするんですよね。まあやっぱりお客様が来ていただいて、それで私たちも招待になってますので、やはりお客様の立場に立って物事を考えて動いているということが大事かなと思います。上の言うことは正しいと思うなと、自分がまずやってみて正しいかどうかを自分で考えて決めてほしいなと思います。若いパワーとその緊張感を持って、そのパワーを私たちに与えてほしいです。